皆さん、どうも、僕です。ジーターです。わかったかもしれません。わかりました、多分。この11日後の前に、その次もその次もつって、合計が確か16日ぐらい。うん。なんですよ。16日ぐらい経ってるってことで、この書庫で、見たところ、ちょうど、ここ、満月だったんですね。ってことで、まあ、これに当てはまるのが、おそらく、満場屋、満場屋だと思います。満場屋。さて、これはね、自信ありますよ。満場屋。もうわかんない。なんで?あれ?さっきやんなかったっけ?これ鍵じゃなくて本。あ、やった。まんじゅう屋。あれ?さっきやんなかったっけ?まあ、いや。よーし、ようやく進む。秘伝まんじゅうレシピと書いてあるけど。え?他には何も入ってない。やった。ちょ、慌てる。急にできたから。できたよ。祠にはそれが入ってきたのかい?まんじゅうのレシピ。なんでそんなものがここに。このレシピはどうすればいいんだろうね。誰かに相談しに外へ行くと言ってくれても買わないよ。まあ、まんじゅう屋に行こうか、じゃあ。ようやくできた。あれさっきまんじゅう屋って言ったなかったっけな。まあ、いいや。話しかけよう。なんだい?君その本は?どうした?やっぱり仙台の秘伝レシピや。友人に渡したって聞いたんだが、もしかして仙台の友人ってジョーちゃんなのか?いや、そんなことはいい。これを譲ってもらうことはできるか?代わりにこっちもこれを渡すから。鍵?レシピを渡すときに友人からもらったものらしい。どっかの書斎の鍵だって聞いたけど。書斎の、わかりました。お返しします。お、ありがとうな、ほらよ。やったじゃん。ようやく進む。おい。鍵もらってきたぞ。それは書斎の鍵、謎が解けたんだね。ありがとう、助かるよ。今日から店の本を好きなだけ立ち読んでくれても構わない。僕は早速書斎に向かうよ。店を開けておくから君の読みたい本を読んでもらっていいよ。ありがとうございます。これ、謎を解くときに使ったものをお返ししておきますね。ああ、わざわざすまないね。こちらこそ本当にありがとう。ん?この赤い首飾りは?それは、タンスの中に入ってて、この首飾り、書店内の何かの本で見たことあるな。確か図鑑コーナーだったか。君に似合いそうだし、お礼にあげるよ。やった。なかなかいいね。紳士。でも、立ち読ませてもらえるだけ十分ですし、これ以上のお礼をいただくのは。君が謎を解いてくれて、こちらとはとても助かったんだ。よければ持ってってくれ。ありがとうございます。お、いいね。何に使うんだろう。違う。本屋だね。で、最後の一つを立ち読んでいく。これ読んでないよな。あやかし人は、あ、これ読んだっけ?あ、違うか。お!あやかし人は人間界で人間として生きてきた。そのものの痛みを少しでも軽減させるため、あやかしのように、召喚されたあやかし人は、名を、覗き全ての記憶を失う。もうまさにこのレイちゃん状態だよね。人間界への心残りを少しでも緩和させるために命を奪われる時の痛みを鎮めるために。これを今の私と似てる。やっぱり。あともう一つあったな。あやかし人関連以外の本を読む。この首飾り見たことあるって言ったけど、有名なものなのかな。確か首飾りにまつわる本が図鑑コーナーにあるって言ってたよね。人気食べ物図鑑、秘伝妖術図鑑、癒し温泉宿図鑑、
伝説の装飾品図鑑。お、まさか伝説の装飾品。いいじゃん、もらってこうぜ。この図鑑、表紙に首飾りの絵が載っている。作品に首飾りの項目がある。きっとこれだ。首飾りのページ、いろんな種類の首飾りが載っている。宝玉と、川ひもが何色かで種類を区別してるみたい。宝玉の、何色の宝玉を持つ首飾りの説明は、まあ赤でしょう。何色の、いやー知らない、黒。赤の宝玉は力を与える。黒い川ひもは攻撃に対して効果を発動する。この首飾りは所有者の代わりに攻撃を行う。そのため、送り主は逆光を願いかな、わかんない。首飾りを与える。効果は紐に通された宝玉の数で決まり、1つに1つ、月1回分となる。宝玉が3つ通された首飾りであれば、首飾りの効果を3回発動することができると。なるほど。ちょ、待って。見たい。アイテム欄を見たい。あれ？信じられないけど、この街にいる人はみんな、そこの人も、あそこの人も、あやかしなのかもしれない。そして、かっこいい。これまでのね、オープニングとかの。お、どうした？私は、彼のことはむやみに信用しない方がいい。彼から逃げ出したくなったら、僕のところに来るといい。それではまたお会いしましょう。ああ、リンか、ローさんか。どっちの方が信用できるか。でもな、ローさんの方顔が信用できない。リンは森で私を殺さなかった。けど、それは仲間と一緒に私を殺すためだったろ？リンは街に着いた時や、サテン入った時、少し焦っているようだった。誰かを探しているように周りを見ている時があった。もしかしたら私を殺すための仲間を探していたのかもしれない。そうかな。ああ、でも確かに、二人でね、やんないと召喚できないからな。ローさんは今こうやって、私に考える余裕をくれている。それにローさんと話してるとき、一番安心できた。ローさんのところに行こうかな。お。せめて、リンにこの数字は返した方がいいよね。店員さんにお願いすれば、渡しておいてくれるかも。お。わっ。キャッ。もうあんた、休みしてるからだよ。ごめんなさい。大丈夫？怪我しない？大丈夫。よかった。あの、それ、え？ああ、買ったばっかの雑誌が落ちてる。ああ、さっきぶつかった時にカバンから落ちたのね。嘘、まだ全然中身読んでないのに。鑑賞用も保存用も買ったんだから、一冊くらいどうでもいいでしょ。え？すげえガチ勢だな、ガチ勢。よくない！この雑誌に写ってる人、さっき路地裏で喧嘩してた長いし。白髪の人だ。え？その雑誌の表紙の人、ケイ様かな？ケイ様かっこいいよね。有名人なの？え？もしかして新入りさん？有名人も何もこの街の当事者よ。あ、か、イケメンって人だな。え？綺麗で、かっこよくて、頭良くて、優しくて、どこのあやかし街にも負けない素敵な当事者よ。できることなら何とかしてお近づきになりたい。もう行くよ。あんたはその話すると長くなるから。ぶつかっちゃってごめんなさいね。いえ、今日遅いからもうじきお店も閉まっちゃうだろうし、次会えた時お詫びに茶でもおごるわ。今度はたくさんお話しようね。あんたの話はもういい。おお、でもなんかいい情報をね、手に入れることができた。待ってよ。とりあえずね、アイテム見たいな。あ、白色だったわ。力を与える防御に対して効果発動する。へえ。なるほどね。なかなかいいものをもらったね。3回自分のこと守ってくれるって感じか。待って、3回とは書いてなかったな。どう行けばいいんだこれ。とりあえずここ行くか。おっと、どう？怪しいな、雰囲気が。あやかし人が現れた、あ、やべえ、周りにもう噂されてる。
ってことで、今回こんぐらいしておきたいと思います。ではこの先気になる方や、この動画が面白いと思った方は高評価、そしてチャンネル登録お願いします。コメントもしていってね。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。